10月13日、大阪府高槻市は、高槻現代劇場にて、市政70周年、中核市移行10周年を記念する式典を行いました。本市は昭和18年1月1日に市政を施行して以来、本年をもちまして70周年を迎えることができました。当時の人口は3万1100人余り、世帯数もわずか7000足らずでしたが、その後町村との合併を進めるとともに豊かな自然や地理的な特性を生かして発展を続け、平成15年4月には中核市への移行を果たし、現在35万7000人が暮らす府内有数の都市へと変貌を遂げました。10年間に20万人という全国でも1、2と言われる人口急増に直面し、学校建設と基盤整備のための財政負担により赤字債権団体転落の危機をも経験をいたしました。しかしながら多くの方々の総意と並々ならぬご努力、市民の皆様方の温かいご支援が一つになり、困難を乗り越え昭和58年以降市財政の黒字決算を維持し今日を迎えることができたものであります。市政施行70周年、中核市移行10周年という節目の年にあたり、私は高槻のさらなる発展の礎を築かなくてはならないとの強い思いで伝統と飛躍というキーワードを発信させていただきました。良き伝統を大切に守ることは我々の先人に対する義務であり、さらに伝統を守りつつ時代の変革に柔軟に対応しさらなる飛躍につなげることが次世代を担う子どもたちへの責務であると考えます。さて、私が市政を担わせていただいてから早いもので3年目に入りました。この間皆様からの温かいご支援とご指導のもと、さまざまな施策の充実に取り組んでまいりました。特に子どもの医療費助成の拡充や小学校全学年での35人学級の実現など、全国トップレベルの子育て支援、教育環境づくりを進めるとともに、本市が有する町のにぎわいと自然の豊かさ、通勤の利便性と優れた子育て環境、古き良き文化と未来への発展性という二面性の魅力を発信するどっちも高槻プロモーション事業を展開し、定住人口の増加に力を注いでまいりました。名実ともに関西中央都市と呼ぶにふさわしい町とすべく、市民の皆様との信頼と絆を大切に鋭意邁進してまいりますので、さらなるご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。式典では市政に功労のあった個人団体への感謝状が浜田市長から送られ、延べ1311名、370団体に感謝状が贈呈されました。また高槻市と姉妹都市である福井県若狭町と島根県益田市からは式典を祝して、若狭町からは六斎念仏、益田市からは石見神楽が披露されました。式典の第2部では、毎年高槻祭りを盛り上げるダンス、高槻ウェーブと音楽を織り交ぜながら、弥生時代の高槻を表現する舞台発表が行われました。